まずは一言ずつご挨拶いただきたいと思いますが、清園さんからお願いします。はいえー、本作のプロデューサーを務めました、えー、テレコムアニメーションフィルムの清園です。よろしくお願いいたします。えー、まあ、僕も今日すごく楽しみに、えー、来ましたし、まあ、すごい難関を得てね皆さん当たった人たちです。すごいラッキーですよ。あのもう今年の運をね使い果たしたぐらいのあの本当に。 あのすごい選ばれた人たちなんですよね。まあ、ちょっと若干あの来れてない人いて残念ですけど。でもあのオープニング今ね見てもらって、えー、先週の水曜日にオープニング出来上がったばっかりです、えー、どうでしたでしょうか、えー？ありがとうございます。あのすごく気に入ってます。あの30年ぶりの。 オープニングでかる、まあ本編「ルパン三世」にふさわしいオープニングになったなあと思ってますし、まあ、今回王道をやるぞって言って、えーまあ、旗揚げしましたけれども、えー、本編もですね、まあ、今日楽しみに見てもらう一話もすげえー、よくできていると僕も思っていますし、えーまあ、何よりあの友が監督はじめね、えー、ずっとルパンをこう僕よりも先輩の人たちがすごくあの大野由実さんも含めて。 バックアップしてもらいつつもちゃんと若手の僕らのチームで作ったルパンがちゃんと本物になったなという感じがしてますなんであの今日は楽しんで見ていただきたいと思いますよろしくお願いします,使いますかはいすみません失礼しました京都さんありがとうございました えー、すみません、続きまして、友永総監督、お願いいたします。あの今回、えー、ルパンの総監督を務めさせていただきました、あテレコムの友永です。えー、とにかくあの30年ぶりの、えー、テレビシリーズだということで、えー、とにかくあの僕が45年前に見た、そのルパンの受けたインパクトを、もう一度このシリーズでやりたいなと、そういう作品ができればいいなと思って頑張りました。特にあの 自分だけの感覚だともうすでに古いので、いろいろ新しいスタッフの助けや感覚を借りてですね、まあとにかくあのさっきのオープニングもご覧いただいたようにあのとにかく一話も含めてとにかく面白いフィルムができたと思っています。どうぞ皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。小林さんありがとうございます。それでは続きましてシリーズ構成脚本の高橋由也さんお願いします。 シリーズ構成脚本担当しました高橋也です、えー、このスタッフの制作のスタッフの中でもちょっととりわけ多分僕が若造だと思うんですけども、えー、30年ぶりの「ルパン三世」えー、その30年前僕はまだ本当に小学生低学年の頃の、えー、僕がこうしてこの大人になってから「えー、ルパン三世」という大作の物語作りに関われることができて本当に光栄な、えー、体験経験をさせていただきました。 えー、僕の力を振り絞って本当に面白い物語を作れたと自負しておりますので今日は一話楽しみにしていてくださいよろしくお願いします高橋さんありがとうございますそれでは、えー、キャラクターデザイン横堀久男さんお願いしますこんばんはどうも、えー、今回あのルパンのキャラクターデザイン担当させていただきましたテレコムの横堀と申しますよろしくお願いします えー、今回の「ルパンは」は、まあ、僕も長く携わっているんですけど、まあ、キャラクターデザインという大役をいただきまして、まあ、かなりいろいろ試行錯誤してできたキャラでこれがみんな皆さんに受けられてもらえたらいいなと思います。どううもよろしししくお願いいまます <laughs> <laughs> 横さんありがとうございました えー、最後になりますが美術監督の山根康弘さんお願いします、はいえー、今回美術監督を務めさせていただいた山根ですえー、と今回はそのルパンがずっとイタリアにいるっていうことなので、まあ、最初聞いた時から本当にいいの素敵な話だなと思ってたので、ま、ずイタリアの感じをあの出せるといいなと思ってあの背景のスタッフと一緒にあの よくロケ班の写真をずっと何回も見てあのあのイタリアの感じをまああの最低限出せたんじゃないかなと思っています楽しんでいただければ幸いです以上ですありがとうございますそれではあのメインスタッフの皆さんにルパンのことをいろいろ伺っていきたいんですがまず清存さんに伺いしたいんですけど、はい、この30年ぶりのテレビシリーズ復活のきっかけというのは 僕も、えー、トムスエンターテインメントに入社して、えー、ちょうどもうすぐ20年ぐらいかな何だっけどやっぱりテレビスペシャルでずっと、えーまあ、制作進行から、えー、デスクになりプロデューサーになりとだんだんこう、まあ、今はテレコムに <laughs> 来ておりますけども、えー、アニメの仕事をですねやっぱりルパンに本当に携わらせていただくことで教えていただきましたしあのルパンがとっても 自分も好きでしたまさか「ルパン」を作ることになる,な,なるとは思っていなかった部分もありましてでまあ、あのー、スペシャルを年、ね、1回日本テレビさんとやらせていただいている中でも、まあ、いつかねテレビシリーズをやりたいなとは思っていましたし、まあ、モンキーパンチ先生の,、えー、その持っている原作の、えー、この痛快さとか何、あのー、ていうんですかねその段取りいら,いら,いらない。 まあ、ルパンのかっこよさを見せるというでは一つこういうテレビシリーズの尺っていうのもあれですやっぱり今の若い人たちにルパンを見てほしいとあのもちろんスペシャルでもありますし加工作品もたくさんあるって歴史のある作品なんですけれどもやっぱりその今回深夜で放送する枠でいろいろ競合たくさん10月新番組ありますけどいよいよ待ってましたよこの「ルパン三世」をですね、えー、見ていただくことで、えー、何かちょっとやっぱり。 あの画面的にも今見てもらった感じでもちょっと今の深夜のアニメとは違う風合いでかつルパンの持ってるかっこよさえまあそういうものをえぜひともあの見ていただけるんじゃないかな何か感じていただけるんじゃないかなとその中でまあえルパンらしさって何だろうっていうのをもう一回見つめ直したっていうところももちろんあります。それはあの友永さん のようにです、ね、もうずっとルパンを描いてきた人がテレコムにはたくさんいてですね、まあ、そういう人たちの技術を継承しなきゃいけないなっていうちょっとえ作り手の目線もあったりして、えー、まあ10年20年30年経ってもこういう誰もが見てもあ,あこれぞルパンだっていうルパンが作れるようにえしたいと、まあ、そういうところからまあテレビシリーズにまチャレンジしたっていうところであります。